ございます、皆様改めまして、町田鈴木楽器店さんに子供をする山彦ボイス二見宗一です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。やっと晴れました。鈴木楽器店さんでのキャンペーン、もうここ最近のですね、町田の僕のキャンペーンは雨で、一回は台風があって、やっと晴れましてですね、ちょっと暑すぎぐらいですね、皆さんね、今日もですね、熱中症に気をつけつつ、皆さんも、水分取ったり塩分取ったりしてですね、体調と、ご相談しながら、楽しんでいただきたいなと思っております。本日は新曲泣けばいいのキャンペーンということで、こちらをどんどん PR しに、町田の方にやってきたわけでございますけれども、8月7日に発売したばかりの新曲でございます。今日もこうしてたくさんの皆様にですね、お越しいただきまして、最後の方には必ず歌うんですけれども、ぜひ、聴いていただきたいなと思っております。オリジナル曲も、そしてカバー曲も今日もたくさん用意してきておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。よろしくお願いします。ありがとうございます。列車シリーズ2作品聴いていただきましたが、続いての曲が罪の恋ということなんですね。皆さんと一緒に、今日も、鈴木亜希さんで、たくさん声を出していただいて、もう皆さん忙しいですよ。拍手をして、歌を聴いて、自分も声出さなきゃいけない、大変でございますけれども、ぜひ罪の恋、そうちゃんと言っていただきたいなと思っております。初めて今日そうちゃんって言うよっていう方どのぐらいしますか？ありがとうございます。ありがとうございます。予習してきていただいたかもしれませんけれども、中にはですね、もう慣れた方もたくさんいらっしゃると思いますので、一回やってみましょう。いけないわいけないわという歌詞の後に2回そうちゃん言ってくださいね。いきますよ。いけないわそうちゃん、いけないわそうちゃん、こんな感じです。じゃあ本番いきますよ。いけないわそうちゃん、いけないわそんな感じです。120点でございます。それでは、皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。罪の恋聞いてください。ありがとうございます。罪の声聞いていただきました。皆さんも声出せましたか？バッチリでしたね。ありがとうございます。それではここからはカバー曲でございますけれども、何を歌おうかなと悩んだんですが、ちょっとだいぶ懐かしいと言いますか、多分ですね、もう数えたら60年ぐらい前の曲をかき集めましてですね、さっき上で曲決めてたんですけれども、これ何にしようかなと思って、今回は岡本敦郎さんのですね、一曲、この前歌手協会で歌わせてもらったんですけれども、朝はどこからという曲があるんですよ。朝はどこからという曲がありましてですね、この曲は日本歌手協会の方で、二見くんはこの曲ですって発表されるんですね。で、初めて曲をいただいた時にですね、朝はどこからって来まして、知らない曲だなと思ってですね、で聞いてみたら岡本敦郎さん、藤山一郎さんなんかも歌われてた曲なんですけれども、とてもなんかですね、明るく弾みのある一曲でございますから、今日の、こんな天気にぴったりな一曲だと思います。聞いてください。朝はどこから。こういう歌を歌っておりましてですね、とてもいい曲でございまして、僕の歌い方にとてもぴったりな曲でございましてですね、あんまりその僕の声っていうのはよく癖がないと言っていただけるんですけれども、ストレートに、一本の糸とか一本の線みたいな感じで歌っておりますからですね、こういう時代の伸びやかな曲は、僕にとっても自分にとってもですね、大好きだなと思っておりますし、合ってるなと、歌手協会のステージでも歌いながら思いました。でも歌手協会のステージはですね、ちゃんと歌詞が出るんですよ皆さん。下の方に歌詞が出ましてですね、オンエア見たらずっと僕下見てるだけ
あー、さあ、どこか。で、以前はですね、安全地帯の田園を歌わせてもらったんですけど、歌詞紹介の時に。早いじゃないですか、歌詞が。だから下の歌詞がですね、パッ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 っていくんですよ。ずっと奥、こうやって。歌いましてですね、そうなんですよ。まあ大変ですね。はい、まあ、キャンペーンっていうのは歌詞が出ないですから。覚えとかないといけないんですけど、はい、必死で上で、はい、覚えておりましょう。最近ずっと聞きながら、はい、続いてのカバー曲もですね、まあ、ちょっと時代は進んだぐらいですかね、大見敏郎さんの井の町エレジー聴いてください。湯の町エレジー聞いていただきました。お上手でした。ありがとうございます。あいにく歌手やってましてですね、そうなんです、実は歌手なんですよ、ありがとうございます。まあでもですね、こうして歌を歌って、上手とかうまいとか言っていただくと本当に嬉しいなと思います。皆さんもご飯食べたら美味しいって言うじゃないですか、ね、そしたらお店の人って絶対嬉しいと思うので、それと同じ感覚です。はい、もちろん自分の歌に自信を持って皆さんに歌を届けてますけれども、改めて、こうしてうまいとかですね、上手って言われたら、あ、やっぱり自分の歌に自信を持った方がいいんだなっていうのはですね感じます。はい、まあ、うちのですね、水森秀夫先生が、いらっしゃるんですけれども、僕の師匠でございまして、水森先生はよく外食に行くとですね、声でうまいって言うんですよ。お蕎麦を食べたり中華を食べたりすると、先生は必ずうん、うまいって言うんです。でお店の人がビクッとするんですよ。でもなんかね、そうやって美味しいものは美味しい、いい歌を聴いたらいいっていうのはですね、なんかポジティブな言葉ですから、口からどんどん出していっていいものじゃないかなと思っております。まあ、湯の町エレジー、古賀政男先生のメロディーですけれども、本当に山のですね、伊豆の尾根を、譜面に起こしたみたいで、はい、伊豆の山々っていうのはですね、少し伊豆の町は、そこまで標高高くないんですけれども、なので最初は低く入るんですよ。町が低いから、伊豆の山、そしたら月が湧くですよね。月が上にあるので月が湧くっていう、でまた下に目を行くんで明かりにせぶっていうことですね。はい、っていうことで、その尾根を、目線の移動で古賀先生はこの湯の町エレジーを作られたという話がありましてですね、とても、メロディー、まあ、難しい曲ですけれども、とても素敵な古賀メロディーの一曲でございます。カバー曲もう一曲皆様にお届けいたしますが、山彦ソングスというですねアルバムが、6月に出ました。今日も並んでます。今日もあります。今日もあります。はい、12曲入っているアルバムでございましてですね、今日はこの中から1曲皆様にお届けいたします。カスバの女、聴いてください。ありがとうございます。カスバの女、聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ねー、嬉しいですね。歌手やっててよかったなと思いますので、ありがとうございます。アルバムに入っておりますので、ぜひですね、ベスト僕の山彦ソングスカバーアルバム聴いていただきたいなと思います。12曲入っておりますからね、全部いい曲ですよ。待ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひたくさん聴いてください。はい、カスバの女もフルコーラスで入っております。12曲でございます。お値段は全然でございません。お手に取っていただきたいなと思っております。さあ皆様、新曲に、行きたいなと思うんですけれども、泣けばいい、8月7日に発売になりましてですね、花歌という曲がカップリングにあるんですけれども、この花歌という曲もとても明るい一曲でございますから、ぜひ皆様この
泣けばいいのカップリングの花歌もですね、ぜひ応援していただきたいなと思っております。それではまずはカップリング曲から聴いてください。花歌です。ありがとうございます、カップリング曲の花歌もぜひ皆さん応援していただきたいなと思っております、皆さん本日はですねこんなにたくさんのお客様にお越しいただきまして、もう終わり？終わっちゃうよ、終わっちゃうよ、泣けばいい歌ったら終わっちゃいますよ、泣きますよ。みんな歌う？そうですね、暑いから北海道のみんなの歌をちょっと皆さんじゃあですね、ちょっとにぎやかにお手拍子いただきながら、ね、歌える曲ということでですね、船漕ぎ流し歌っていう歌があるんですけれども、その曲はですね、ニシン漁を歌った、ものでございまして、普通は漁の歌っていうのはですね、船に行く時とか帰る時、漁をしている時に、歌ったりするんですけれども、船漕ぎ流し歌は、港で歌ったりですね、出港の時に歌ったり船が帰ってくる時に歌ったりする、そんなとても賑やかな、大量歌う、曲でございますから、ぜひ皆様お手拍子いただいてですね、北海道の民謡船漕ぎ流し歌聴いてください。いきますよ。やせはい、泣けばいいという曲が発売になりまして、作詞が石原慎一先生、そして作曲が堀内孝雄さんでございます、堀内孝雄さんのメロディーをそのままにですね、二見宗一初めての、シングルでのバラードを作っていただきました、とてもいい曲ができましたので、ぜひ応援していただきたいなと思っております。それでは、最後に聴いてください。新曲です。泣けばいい。ぜひ、こちらの新曲ですね、応援していただきたいなと思っております、皆さん本日はありがとうございました。北見宗一でした。ありがとうございました。最高。ありがとうございました。それでは続いて特典会の方に移らせていただきます。準備が整いしたらご案内しますので、お待ちします。鈴木楽器チャンネルをご覧の皆様、令和にこだまする山彦ボイス演歌歌手の北見宗一です。8月7日に新曲「泣けばいい」が発売となりまして、本日はですね、鈴木楽器さんで、こちらのキャンペーンやらせていただきました、会場いっぱいのお客様にはご来場いただきまして本当にありがとうございます。
新曲「泣けばいいわ」は、僕二見壮一にとって初めてのシングルでのバラードでございます。堀内孝雄さんに作曲していただきましたが、堀内さんのですね、メロディーとそして二見壮一の山彦ボイスがコラボした、作品でございます。ぜひ皆様、注目して聴いていただきたいなと思いますし、また、歌ってですね楽しんでいただきたいなと思います。この「泣けばいいわ」はとても壮大な一曲です。後半に行くにつれてだんだんと、ボリュームをですね、増してくる、そんな一曲でございますから、歌い方もぜひ最初は落ち着いて、そして、だんだん力を込めていくような歌い方をしていただけると、とてもまとまりのある一曲になるんじゃないかなと思っております。歌ってそして、聴いてまたミュージックビデオを見て、楽しんでいただきたいなと思っております。新曲泣けばいい、頑張ります。二見壮一でした。